ウサギワラビーは、かつて、オーストラリア南東部に生息していたワラビーの、絶滅種である。1841年に、ジョン・グールドによって、最初に記録された。ジョン・グールドによるイラストウサギワラビーは、小型のカンガルーカで、現存する禁煙種の腰赤ウサビワラビーよりもやや、大きく、細長い。体長は、約50センチメートル、尾の長さは33センチメートルである。 毛皮の色は黒から茶色、黄色、腹は灰色がかった白である。サンクトペテルブルクの動物学博物館にある標本、この種はかつてニューサウスウェールズ州、ビクトリア州の内陸部、及び南オーストラリア州のマレー川流域に生息していた。マレー川とダーリング川の間の平地やリバプール平原に生息していた。好んで生息していたのは明けた平原と草原である。 現在、この種の生態についてはほとんど知られていない。夜行性の動物で単独で行動していた。昼間は草の中でじっと座っていた。近づきすぎるとものすごいスピードで飛び出してきた。ある個体は犬に500メートルも追われていると突然後ろに引き返し、ジョングールドの6メートル以内に戻ってきて彼の頭上を飛び越えた。 この種は1.8メートルの高さまでジャンプすることができた。この種の最後に知られている標本は1889年8月にニューサウスウェールズ州で採集されたメスである。それ以降の目撃情報はなかったが1930年代に入っても研究者の間ではこの種の絶滅についてまだ確定的ではなかった。絶滅の原因は不明のままである。 分布域全体で、集約農業が導入され、また赤狐が生息地で拡大する前に絶滅したためである。絶滅の原因として、牛や羊による草原の生息地の踏みつけ、導入された猫による捕食などが示唆されている。ありがとうございます。